当に嫌だ。どうすんのこの量。はい、ということで皆さんこんにちは。魔法界からやってきましたあやはねまやです。ということで、前回の動画で100目ビーンズの詰め放題やってきましてね、こちら1キロの100目ビーンズ863粒が目の前にございます。さらに落ちてた。さらにですね、こちら開けなくていいもののこちらの 180g 入りも開けてしまいました。ということで今ここにはですね、1000何粒かの大量の100ミリビーンズがこちらにあります。食べなきゃいけないんですよね。分かってます。絶対いろんな人にこれ罰ゲームで食べさせまくろ。はい、ということで、もう本当嫌だけど味見していきたいと思います。でね、これ20種類味があるらしいんでね、どっから行こう、本当に嫌だ。汚い名前もあるしね。じゃあ分かった、目をつぶって取ったやつからいきます。いきます。はい、これ、はい、おお、あ、これ美味しそうなやつでよかった。ブルーベリー味でーす。なんか口が青くなるってやつだよね、確かね。これはね、美味しいはず、多分。いただきます。うん、うん、超美味しい。ちゃんとブルーベリーの味ですね。ブルーベリーの爽やかな酸味とこのジェリービーンズの甘みとがうまく絡まって、口の中で程よい甘さと酸味のハーモニーが繰り広げられております。今日下青くなったのかな。あちょっとだけ青くなりましたね。よかった、とりあえず1個目クリア。でもどうせ20種類食べるんだから、まずい方がいい、先の方がいいんだよね、多分ね。いきます、目をつぶってね。次の味、これ。うわー、色がやばい、これ色がやばい。こんなんです。これなんだろう。あ、でも待って、これもしかしてバナナ味かな。ドス黒い模様がついてたんで怖がってたけど、これ多分バナナ味ですね。バナナ味いただきます。これどれなんだろう。シナモンですかね。食べてみます、赤いやつ。いや怖いわ、これさ、美味しいのからばっかり食べちゃったらやばくない。いただきます。うん、わお、シナモン。京都に行った時の買ったやつ箸あるじゃん、日記の買ったやつ箸、あれの味ですね。めちゃくちゃ鼻の奥から湧き上がってくるシナモン臭がすごいですけど、まあ美味しく食べられます。やばいなこれ、もうそろそろまずいの出てきてくれないと。
怖い。はい、では次の味いきます。目をつぶって、これだ。はい、お、黄色いレモンキャンディー味かも。いい感じで美味しいのばっか続いてるね。いきます。うん、美味しい、めっちゃ美味しい。もう爽やかなレモン、初恋の味。うん、待って、今何個食べたっけ。そろそろ来るな。次の味いきます。どこら辺から行こうかな。美味しいの来い。はい、お、これもまた美味しいやつじゃない。なんで、ちょっと本当にやめて。最後の方全部まずいじゃん。じゃあ多分これはね、綿菓子味かな。いただきます。これ綿菓子？うん、いや綿菓子、うん、美味しい。甘みが強い、なんかいちごキャンディーみたいな味ですね。美味しい。はい、じゃあいきましょう。はあ、もうほんとやだ。ちょっと待って、そろそろもういいよ。まずいのたまに挟んで、まずいの美味しいの、まずいの美味しいのっていかないと多分心がやられると思うんだよね。ではいきます、次の味取ります。これ、えい、これだ。お、またこれ美味しいやつじゃん。砂糖漬けの果物味。あ、やばい、本当に。待って、これ美味しいの何種類あるんだろう。いただきます。うん、わー美味しい。うん、ちょうど昔よく食べた缶詰のフルーツの味ですね。ね、本当にやらせじゃないからね。本当見てないんで、本当に見てないです。いきます。これまずいっぽいのが来ました。石鹸味、石鹸味だと思います。石鹸味でもマシだな。鼻くそ味とか耳垢味とかあるんだよ。ゲロ味とか。石鹸味は全然マシ。いただきます。想像以上に石鹸。うわうわー、すごい。これ家庭用のお皿洗いの石鹸を間違って口に入れちゃったみたいな感じの味です。海面活性剤っぽい味がする。なるほど、でもまだ食べられる。甘いし全然食べられます。では次、いやまだ結構、あー、いきます。はい、ん、これバナナじゃない。あ、違う、これバナナじゃない。これバナナがね、多分バナナがこれだよね、この黄色いやつ。あれ、私バナナ食べてないのかな、もしかして。これマシュマロ味かな。さっきチョコっぽかったの、もしかしてマシュマロ味かも。食べてみます。うん、美味しい。いきます。はい、うわ、やばい、すごい色すごい色のが来ましたよ。あ、でも美味しいやつだわ。美味しいのばっかり、これ本当に怖い。スイカ味です。うん、うん、なるほど、
めっちゃリアル。スイカの皮多めの味ですね。うん、でも美味しいです。なんて本当になんで当たらないの。美味しいのばっかり当たっちゃうので、食べてない種類だけここに入れます。ということで、食べてない味だけここにご用意いたしました